日本航空日本トランスオーシャン航空琉球エアーコミューター琉球エアーコミューター株式会社は日本航空グループの構成企業である。那覇空港をベースにターボプロップ機を用いて沖縄内を呼び、奄美の離島路線を運行している。2020年4月時点では沖縄県を呼び、鹿児島県奄美群島で12路線を運行している。 日本航空の系列会社の日本、トランスオーシャン航空が株式の過半数を保有している。JAL との直接の資本関係はなく、JAL に対しては一般に言う孫会社の関係であるが、JAL が間接的にラックの議決権の過半数を所有しているため、法令上は JAL の連結支会社にあたる。また、ワンワールドのメンバーではない。JAL 以外の航空会社において、 ワンワールドエメラルド会員のステータスを保有している場合は、琉球エアーコミューターでの優先登場が適用されることはない。優先登場は、JAL マイレージバンクのステータスが必須となる。同社の IATA コードは設定されていないが、JAL マイレージバンクの登場履歴に表示されるに、レターコードは、親会社である JTA の IATA コードである、ニューとなる。また、 ジャルグループのチェックインカウンターで発行された手荷物タグに表示される2レターコードもニューとなる。ジャルグループ各社は JAL JAR JAC HAC の4社においては運行全便にて運送の共同引き受けを実施し、便名を JAL 便に統一しているが、ラック JTA の2社はラック JTA 間を含むジャルグループ各社間で、 運送の共同引き受けを実施していない。なお、JTA では2021年3月28日より、一部の便にて JAL との運送の共同引き受けを開始したことに、伴い、当該便は JAL 便として運行している。ラックの便名の数字は700番台、800番台となっており、JTA と便名の数字が重複することはない。 1982年から那覇ケラマ線を運行していた公共施設地図航空の経営危機に伴い道路線の運行継続の受け皿となるべく1985年12月24日に設立。公共施設地図航空が1986年に倒産し運行を停止した後、1987年2月17日にラックによって 那覇ケラマ線の運行が再開された1989年には、那覇アグニ線を開設して、計2路線を運行することになった。1991年に、南西航空の増資を受け参加に入り、1992年に、スワルから DHC-6 で運行されていた6路線の、遺憾を受けた。 2021年現在同社の就航地で、沖縄県外に所在する空港は、奄美空港と与論空港だけで、奄美空港は、同社最北端の就航地であり、北大東東空港は、南大東東空港との三角運航により、曜日によって、軽由便となる。与那国空港に駐機する、DHC-89400CEC、JAL グループの一員となってからも、 長らく独自デザインを使用していたが、三代目から、JAL グループ各社と統一したデザインに変更している。親会社の日本トランスオーシャン航空とともに、同社の地元である沖縄県にちなんで、沖縄音楽が起用されている。運航開始当初は、小型機のみの運航であり、設立経緯も異なるなどの事情から、親会社の日本トランスオーシャン航空を、 はじめ他の JAL グループ各社とは異なる点があった。JAL グループは国際航空連合ワンワールドに加盟している。ただし、のある航空会社は経営施策上ワンワールドには加盟していない。なお、のある航空会社は格安航空会社。j a y 日本エアコミューター、北海道エアシステムのすべての運航便並びに日本。 トランスオーシャン航空の一部運航便は運送の共同引き受けにより、ジャル便として運航。ありがとうございます。